がすっごすっごよ。シャンプーに当たってもしょうがないですよ。そうですよ、落ち着いてください。なんで間開けてるのよ。結構たまたまですよ。そうです、偶然ですよ。モテそうなタイプね。何が言いたい。先輩女子として高校デビューさせたくなったのよ。この前の祭りの時に思ったの、化けるかもしれないって。とりあえずメガネ外しましょうか。待てい、そこは人類が踏み込んではならない不可侵領域だろうが。アッキー、少しは美月を信用してやれよ。いいや、ここだけは譲れない。メガネを外した女子なんてイチゴの乗ってないショートケーキみたいなもんだぞ。そうか、ショートケーキを女の子に置き換えるならイチゴの重要性は妹かどうかだろう。いい加減その気持ち悪い会話やめてもらえないかしら。って何勝手に外してるんだ。仕方ない、栗山さんこれを。アッキー、女子二人に惹かれてるぞ。お前もな。それはそれとして、あの盆栽は何なんだ。栗山さん、この盆栽について何か知ってる。盆栽ですか。メガネ拭いてる時点で犯人は栗山さんだよね。不愉快です。不愉快です。すごいわね、盆栽に興味があったなんて。優しく触らないとダメですよ。そこまでにするのに何万円もかかってるんですから。そーっとそーっと。何万。どうしてそんなにお金がないのか分かった気がする。その腹の虫の原因も。でもそれも今日で終わりですから。え、戻ってきたんですよ、やっと。お金になる用務。はい、もうすぐ家賃払わなきゃいけないんです。どうにかして数日でお金を稼がなくちゃいけません。金金言うたあかんえ。写真が癒しなるさかい。この写真いくら。うん、せやね。そっちも十分いいらしいですけど。これですね、果実型用も。はい、大きさは直径3メートルくらいで特に攻撃してくることはないみたいです。しかも都合いいことに今3人の学校の屋上におる。本当。お金は条件によるけど、まあ50万はくだらへんよな。50。きっと今頃二のあたりが討伐しに行ってんのとちゃう。なんちゅうても美味しいようにに思えるけど、残念ながら一つ問題があんねんな。これが彩香さんわざとでしょ。あれですね、あれが目。よし。待つんだ栗山さん。それは僕のセリフだよ。先輩が声をかけてなければうまくいってました。声は関係ないよ。危険を感じるとああやって猛烈に臭い液を相手に浴びせかけるっていうんだ。どっちにしろやられてたよ。くっそ。わかりました、つまり用務に気づかれる前に倒せということですね。できるの。できます。おお、今のいい。お、メガネ女子の何がいいってその仕草の多彩さだよな。メガネを拭く仕草はもちろん、今のようにメガネをこうやって押し上げる仕草もなんか胸をわしづかみにする。そう、疲れた時にメガネを一旦取って鼻のところをこうやって押さえてまたメガネをかける。あれもまた格別だ。あれ、ここなら気づかれません。もらいました。しまった。そうだ。うわあ、失敗です。うん、ちょっとバカなのかなって思ったよ。なんか臭くない。ほんとだ、なにこれ。
気をつけてください。え？あ、おい、何か。何かじゃないだろ、人のせいにするのか。別に、私は気をつけてくださいって言っただけです。あのな、つーか、なんでまたそんなに臭いんだよ。ちゃんと体洗ったのか。洗いました。ただ、服は替えがありますけど、下着は。まさか。しょうがないじゃないですか、男の人とは違うんです。下はともかく、上はつけないわけにはいかないでしょ。つけないわけには。わけには。どうせ私はつけなくても揺れませんよ。可愛いとか小ぶりとかささやかとかでしか表現されませんよ。だいたいどうして ABCD とか等級つけるんですか。あれで傷ついてる人がたくさん。あー、わかったわかった、僕が悪かった。早まった投稿は炎上の元だよ。明日は日曜ですよね。明日は絶対。まだやるつもり。当たり前です、洗濯代だってただじゃないんですから。これは？ちょうど今それしかないねん。え？それやったら着て帰ったかてええし、体操服よりは恥ずかしないやろ。パジャマじゃないですか。はい、その通りです。何かわかりました？何その格好、ここに泊まるの？そのことについては触れないでください。それで用務については？どうやら注意を別に向けさせておいて、その隙に倒すのが一般的らしい。なるほど。ただその注意を別に向けさせるっていうのが問題で、どうも普通の用務と違うらしいんだ。はあ。なんていうの、用務にしては珍しいというか、ちょっと変なんだけど、人間の女性に興味があるらしくて。つまりスケベさんなんです。スケベ。端的に言うとそういうこと。だから攻撃する人間とは別に女性を用意して用務の気を引けば。お断りよ。美月、可愛い後輩のためだぞ。関係ないわ、だいたいそれなら愛ちゃんだっていいじゃない。愛は用務ですし、お寿司。そうだよ、美月しかいないだろ。お願いします、文芸部の盆栽たちのためにも。それはあなたが勝手に置いたんでしょ。頼むよ美月。何それ。僕の制服だ、用務の体液を浴びた。やめなさい。お願いします、美月先輩。な、栗山さんまで。頼むよ美月。美月先輩。漏れてる漏れてる漏れてる、あーもう漏れてる漏れてるってば。檻で囲めばいいだけじゃないの？いえ、警戒心が強いから、貼ろうとした瞬間爆発しちゃいますよ。アイちゃんも付き合ってもらって悪いな。いえ、アヤちゃんに手伝ってやれって言われてますから。あの、やっぱり美月先輩が注意を引く役の方。帰るわよ。ああ、わかった、栗山さん頑張って。わかりました。あのこんにちは。攻撃しに来たんじゃないんです。ほら、何も持ってないでしょ。それで。見てる見てる、栗山さん。はい。気に入ってます。このまま次々に色が変わるたびに警戒心が溶けていくと言われています。よし、もっとだ。おそろそろ良さそうね。行け、焼き芋。焼き芋？食いすぎだ。なるほど、じゃあ美月がかぶった液体は今までとは別ということ。はい、
い、簡単に言うとメスペに向かって花粉を放ったようなものですね。相手を見失わないように匂いをつけたんです。つけられた本人は全然匂わないんですけどね。でもいくら洗っても着替えても周りには悪臭を放ち続けるんでしょ。はい、あの妖魔を倒せば消えますけど、それ以外では消えません。なんかごめんなさい、私やっとあの妖魔がどうして高額で取引されてるのか分かった気がします。僕もだよ。やっぱり欲をかいて無理するより地道に稼ぐのが一番じゃないのか。ですね。大家さん頼めば家賃も待ってくれそうだし。待ちなさい、何撤退の空気醸し出してるのよ。仕方ないだろう、あの妖魔見た目よりずっと強いんだ。あんたが巻き込んだんでしょう。よせ、殺す気か。私はどうなるの、明日から学校なのに。美月大丈夫か。お兄ちゃん、うん、大丈夫か。約1年ぶりに妹からメールが来たと思ったのに、なんてことだ。大事な妹だろ、なんとか助けてやってくれないか。あの匂い、まさか美月を襲った妖魔というのは果実型の。知ってるのか。ああ、泉姉さんから聞いたことがある。エクソダース。空気が美味しいです。最初からこうすればよかったんだな。何これ、不思議な玉だ。それで倒す方法っていうのは。確かに女性には強く反応する妖魔なんだが、もう一つ反応するものがある。美月、何よ。こうして閉じ込められている妹というのもなかなかいいものだな。おお、わかるか。僕も今そう思ってたところなんだよ。この中にメガネの美少女がいたら意外といけるんじゃないかって。ほう、考えたな。妹は外せんが悪くない。うん、まさかこんな発見があるとはな。今日は気が合うな。ああ悪くない。ああ悪くない。空気が美味しい。くさ、いや痛いじゃないか。臭い。え、何の匂い？ちょっと通報した方が良くない？でももう誰かしてるじゃん。俺の妹が前科一般。いいからとっとと倒す方法を教えなさい。ウッド？ああ、要するに一定のリズムを刻む声とそれに連動した動きが視界内で展開されると強力な反応を示すということなんだ。つまり妖魔の前で歌って踊れってことですか？さすが神道彩香の妹、頭がいいな。ありがとうございます。なんという仕草。妖魔ということを除けば妹としては完璧。シスコンスイッチ入った。ああ、うん、初めからこうしとけばよかったのよ。檻で自分を囲んだのか。で、その歌っていうのはちゃんとあるのよね。あ、これが前回の討伐に成功した時の歌だ。とりあえず二人で聴いてくれ。これを歌って踊るんですか。どうだ、いい曲だろう。って兄貴の趣味の曲聴かせてどうするのよ。待て待て、これは間違いなく前回討伐に使用された公認曲だ。どこの公認よ。歯が浮きそうというか、こそばゆいというか。私割と好きかも。資料によるとこの歌を聴いた時、妖魔の目は青白く輝き、警戒が解けてまるで赤子の手をひねるかのごとく容易に倒せたそうだ。でも私はちょっと。やるわ。やるわよ。はい、じゃあ行くわよ。はい、行きますよ。ヒロミ、一つ思い出したんだけど。なんだ。栗山さん、確か歌苦手だって。アッキー、ん？遅すぎる。手のひらに！不愉快だ。それは私のセリフよ。でもどうするんだ、もう日が暮れちゃうぞ。決まってるでしょ、体洗ったらもう一回行くのよ。嫌です。ちょっと何言ってるのよ。臭いのもう嫌だ。
それじゃあ私はどうなるのよ。来ないでください、来ないで。あなたね、確かに臭いかもしれない。でも俺は諦めない。お兄ちゃん、情けの言い返しがここまで妖夢にこけにされたんだ。黙っているわけにはいかない。倒す。何があってもこの恨み忘れるものか。それは僕も同じだ。なんで臭いんだ、こんなに臭いのが腹が立つなんて。あの妖夢絶対に倒す。先輩、私すみませんでした。栗山さん、一緒に妖夢倒しましょう。愛も応援します。私たちが今まで特訓してきた1週間は無駄じゃないわ。そうだよ、あれだけ頑張ったんだ。やれるさ。ああやれる、俺たちならやれる。言い返しの名にかけて必ず成功させる。皆さん頑張ってください。みんな行くわよ。それじゃあ行きますよ。大丈夫、できる、きっとできる。私たちならなりきるの。そう、私たちはアイドル。手のひらに掴んだ約束は永遠に消えない宝物。いつか見上げた空の彼方に僕らの明日へと導くフューチャースター。よし、いける。ああいける。注目してます、すごい反応です。君と共に流した涙、まるで夜をかける流星で願い事が叶うのならば、一つ大事なものを守るよ。奇跡は偶然じゃない、努力の結晶で、どんな暗闇にも美しい夢はある。もっと前へ進もう、諦めない心、君とならば頑張れる、無駄なことはないよ、上を向いて笑おう。すごいです、妖夢の目が釘付けです。君の時だから忘れないよ笑顔、どんな辛い道もいつも君がそばにいる。たどり着いた先に何が待ってようと、明日を照らす絆はフューチャー。この一週間の努力無駄にしないためにも頼むぞ、これが僕たちの最終兵器。もっと前へ進もう、諦めない心、君とならば頑張れる、無駄なことはないよ、上を向いて笑おう、一度君の時だから、忘れないよ笑顔、どんな辛い道もこれで妖夢を。で、誰が倒すんだ？
戦闘車の開口、僕らのために後悔はないで常に映る君こそ霊を踊って美しく咲いた誰かの生命につけるならね、君にも見えるだろうきっと。そう、栗山さんが。まあね、さくらのためにも早く決着をつけてあげたいって。何かあったのか？さくら、あなたに殺されるべきじゃないのか、そう思いました。